鈴木です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、前回に引き続き、ビジョンプロの、アクティベートと、あと設定とか基本的なところを、見ていきたいなと。それでは、やってみましょう。バッテリーですね。多分これ充電されてると思うんだよね、ある程度は。で、これでですね、ここですね、ここに上の方からキュッとカクンとこうやってですね、こういう風にやりますと。これでいいのかな？お、今白くなんとなく、これを押しなさいってアプレスアンドホールド真ん中のレテンが来た。あ、出てきましたよ。お、あのハローマークが出てきた。それでどうすればいいの？もう一回押すのか。そうしたらですね、ちょっともうちょっとこいつ、どれにするかっていう言語を選ぶように日本語を押します。地域も日本を押します。はい、言語設定中。はい、ちょっと暗くなってアップルマークが出てきて、始めるには iPhone とか iPad を近づけろと。これだけどあれだよな、まあ、近づけるだけでいいのかな。ロック解除しろって。待機中になっています。お、そしたらアップクリップみたいなのが出てきたんで、これを見てるとぐるぐるぐるっと回って、はい、レテンがついた。これで OK かな。お、はいはい、視線と手を使ってアイコンやボタンを 見つめろと説明します。このタップのことを説明してますね。 Mac でクリックするのと同じって言って、スクロールはフリック、手は楽なところでいいですよと。視線と手ね。次に設定は、で、視線と手の設定を行う場合にはデジタルクラウンを押します。押しました。あ、手をこうかざせと。これでいいのかな。裏返しにしろと。いいかな。良さそう。あ、手の設定が完了しました。明るさを調整中。今わーっと暗くなりましたね。点を見つめて指をタップ。これやったよね、お店で。はい、ここでタップ。はい、タップした。一番下ね。今度は一番上を見てタップ。はい、タップ、左をタップ。これあの霧のようなところで、もう一回上をタップ、右上をタップ。だいぶ慣れてる、慣れてきたよ明るい照明の下でもう一回やります。はい、視線設定を完了中というふうに。で、レテンがついたと。ペルソナをやれっていうことで開始を押すと、この動画を見ろっていうことね。自分の顔の方に向けられば収録が開始される。じゃあ収録開始と。Apple Vision は取り外せと。よいしょ。はい、取り外しました。お、そうすると、準備ができたら、Apple Vision Pro を目の高さで持ってください。はい、持ちましたよ。顔全体をフレーム内に合わせてください。フレーム内に合わせろ。合わせてる。顔を右にゆっくりと向けてください。向ける。今度は顔を左にゆっくりと向けてください。左に。はい。次は。今度は顔を上に向けてください。上に向ける。はい。次に顔を下に向けてください。はい、下。はい、向けました。次にあなたの顔の表情を収録します。はい。口を閉じて微笑んでください。閉じて微笑む。次に口を大きく開けて歯を見せて笑ってください。今度は眉を上げてください。眉を上げる。少しの間両目を閉じてください。収録が完了しました。これで完了。ビジョンプロを装着して続けてください。はい、装着をします。はい、装着をしましたよ。今ペルソナを作成中というふうに出てますね。1分ぐらいかかる場合がありますって書いてありますが、どうなんでしょうかね。もうじき9割ぐらいになって、もうじき、はい、終わった。そしたら選べっていうこと。ナチュラルとトーンを微調整。肌の色はどうですか。まあこんなもんでいいでしょう。はい、メガネはこれかな、これだね。保存、オプティック ID ね。はい、見つめて、これ簡単に、オプティック ID は簡単に。パスコード。アクティベートは数分かかります。ことがあります。お、終わりました。続ける。
Apple ID を設定中。アプリとデータを転、Apple Vision にアプリとデータを転送する方法。転送したらちょっと大変だから転送しない。iCloud バックアップから復元していません。ここでいいよ。続けるですね。ソフトウェアを自動的にアップデートするようにしておく。で、Siri と音声入力。はい、オーディオを共有しますよ。ウィンドウカバーをピンチしてアプリを動かします。ウィンドウカバーをピンチ？どういうこと？ウィンドウカバーを、これ？これピンチしろっていうの？あ、操作の練習してんの今。はい、ピンチはわかってる。デジタルクラウンを長押しするとビューが中央に真ん中に行くのかな？やりましたよ。はい、次へ。コントロールセンターを表示するには、上を見ると表示される。これをポチッとやれと。そうするとコントロールセンターが出ると。それから、点を見つめてタップしてウィンドウを閉じます。はい。完了。Apple Vision へようこそ。はい、これで終わったのかな。ホームを表示するにはデジタルクラウンを押します。はい。デジタルクラウンを押したい。お出てきましたね。ビジョン OS アプリを見つけるにはいろいろ出てきます。ミュージックを開くとどうなる。はい、ミュージック今開いた。そうすると例えばこの前作った曲だな、これ。あ、パーフェクトピースが出てきた。うん、なるほど。これをこのままいける。こうやって、お、来た。おお、うん、このオリジナルの音よりももう低域がグワーンと出て OKOKOK。 これはすごい。ということで今ちょっと短時間 Vision Pro の中をさまよってましたけれど、あの Apple Music に行き着いて、あのプレイリストの中にもあったかな、あの Perfect Peace っていう曲、以前プレイリストに入れてたと思うんだけど、それを聞いたらこれで聞くよりはもう全然違いますよ。去年の9月ぐらいに言ってますね。ワイヤレスオーディオコーデックを開発したっていうことなんですね。こいつをチェックできてよかったなと思います。ということでですね、セットアップは結構簡単だったんですけれど、なんだ、説明なのか指示なのかよくわかんないところもあったんで、ペルソナは一度ムービーを見て設定するっていうことですね。で、その後使ってみました。で、その前にですね、ビジョンプロ、重さなんだけれど、これ重くないっていう人もいるみたいなんだけど、やっぱり 600g と結構重量はあるなという感じで、ちょっとそこに対策をしてみました。で、家にあったあの手芸用の幅広ゴムテープみたいなやつ、これなんですけれどね、となんか編み込みのこう伸び縮みするようなあのゴム入りのテープです。ダブルループと同じような素材ですね。左右のオーディオポット、こことここのあたりにこうループさせて、と重さをこうサポートさせると。結構これで改善をしました。あ、こんな感じですね。これで結構、改善がしたと思います。まあ、このようなアイテムがこれからも出てくるんじゃないかなと思うんですが、あとですね、椅子にこう座ってる時は後ろの、ヘッドレストにこうなった方が重さが分散していいなと。そういうことで装着感が改善したところで、まずはパススルーですね。これ装着をするとすぐにですね、オプティカル認証が通って、パススルー状態になります。こう見えてくると。で、なるほど、あのビジョンプロの、ま、このパススルーってのはやはり、ビジョンプロの壁紙なのかなっていう感じですね。要はこれがベースになるという感じです。ただしちょっと暗めかなっていう、この後出てくるホームアイコンですね、これをより引き立つようにやはり調整されていると思います。そしてホームアイコン、右上のデジタルクラウンでもいいんだけれど、視線を上にするとですね、インジケーターっていうレテンみたいなちっちゃな印が見えてきて、そこをこう指タップっていうわけなんですけども、そうすることによってホームアイコンがやっと出てきます。これがしっかり浮き出て、まずは美しいなというふうに感じますね。ちょっとデスクではですね、目の前にあるモニターにそのホームアイコンが被っている感じもあるんだけれど、で早速ここからサファリをタップしてみると、
で、そのためにはですね、視線をサファリのアイコンを見つめて、指タップをすると、そうすると開くわけですね。で、開いたらば、下のバーを見つめて、指をピンチしてですね、奥行きとか、あと場所の高さを調整をすると。大きさについてはですね、左右の指をピンチ、要はね、こういうふうにしてピンチしたままで広げるとか縮めたりとか、これが効くようになります。あとですね、なんか分かんないウィンドウがヒューッと開いちゃってて閉じないっていう場合は、一旦ポンってピンチ、両側でこうピンチをするとですね、ウィンドウが閉じたりするっていうのも、発見しました。あ、それからあと終わるには下のバーの左のポチを見つめて指タップをすると、いうことで終了します。で、まあ、これ以外にも後でいくつかアプリを確認したいなと思います。それとあと Mac の使い方なんですけれども、実際にここに Mac があるんだけど、これをかぶってですね、Mac の方を見ると、その Mac の上のあたりに接続詞が出てくるんですよね。接続って書いてある。出ないときはコントロールメニューからできますけれども、とりあえずそこを、タップをします。そうすると Mac の仮想モニターがふわっとこう出てきます。まあ、調整はさっきのサファリと同じように、下のバーを上げたり下げたりとか、サイズを大きくしたり小さくしたりするということですね。でですね、ビジョンプロの画素数っていうのは、開発者サイトでスクショの大きさっていうのが出ていて、 3840×2160 っていうことなんですね。 4K、だと思うんだけれど、でもこの Mac の仮想モニターっていうのは多分ここまでは出てないと、まあそれはそうですよね。ビジョンプロのこの 3840×2160 っていうのが、パスする全体の領域ですから、その中にモニターっていうのはあるこう部分ですね、小さくすれば小さくなるするだけ少なくなってきます。なので、要はこういうこの手のデバイスではですね、あんまりそういう話も聞かないんだけど、要は物理的なこういう高精細のモニターと比べると、ある意味では、ちょっと勝てない領域だなという感じがします。まあ、その分ですね、イマーシブな別の世界があるということですね。で、それから終了も同じようにすることができます。それとあとホームアイコンの左にサブメニューがあって、そこにピープルっていう項目があるんですね。これがフェイスタイムなんです。で、と探してもですね、ホームアイコンになくてどこにあるのかなと思ってたんだけども、見つけました。アップルがフェイスタイムをホームアイコンに入れないで OS の一部に入れてるというのは、やはりしっかりコミュニケーションを取りましょうって言ってるような感じで、なんか面白いなと。で、ちょうど先日リモート会議をやったんですけれど、とても快適だったなと。音声会議だったんだけれど、画面共有を大きくして、相手は横に置いておくと、そこから声が聞こえてくるんですね。必要な資料も送られてくれば、それを空間にこう空いてるところに配置ができる。で、それを即座に参照しながら、会議がスムーズに進むことができる。なかなかいいなという感じです。それとあとアプリに戻って、ミュージックのアプリをちょっと開いてみたいと思います。そうしたらやはりさっき触れたとてもいい音、さらに、これに対して AirPods ですね、もっと良くなるわけです。昨年の9月にですね、動画で Vision Pro と AirPods Pro 2のロスレス化について触れているんですけれど、ただ最近の Vision Pro のレビューではあまり言及する人がいないっていうのがちょっと不思議なところです。と同時にですね、なんかこの Vision Pro で Apple Music を AirPods Pro で聞くっていうのが習慣になりそうな感じがしますね。で、その時にはイマーシブを使いたくなる。これがまたいいんですね。そのイマーシブでいいのはですね、オレゴン州のマウントフッドでなんか落ち着くっていう感じ。まあ、あとそれ以外にもあるんだけども、ちょっと岩がゴロゴロしてたり、ちょっとなんか寒い氷の上だったりするんで。
このオレゴン州のマントフッドはいいなって気持ちが落ち着くっていう。でちなみにですねちょっと曲を聴いてみました。いくつか聴いてプレイリストにしてしましたけれど、あのフォープレイのマインとか、あとローレン・ハウレギ、それからカールトンのパーフェクトピース、あとブレス・アゲインとかフォー・ザ・ライドとか、それとブラックとかトニー・ブラックストンなどの4曲ぐらいを聴いてみました。もうどれもローがしっかりしていて音空間が広がってとてもいいですね。ビジョンプロの音がいいっていうことで AirPods Pro 2は入れないみたいなことをちょっと聞いたことがあるんだけど、どうなのかなっていう感じですね。それとあとあの Kindle がダウンロードができたのでアプリとして Apple Music を聴きながらこの Kindle で本を読んだりすることもできます。それから文章を考えたりとか、そういうことをしているとなんか一種フロー状態になるなっていうことで、今までにないと感覚だなと。であの場所も変えてみたんですけども、でリビングで Apple TV を見たり YouTube を見たりするのをちょっとスクショか収録かできたらいいなと思うんですけれど、こんな感じです。場所をいくつか変えてテレビの前とか、あのダイニングテーブルの前とか、あと斜め方向からとか、ちょっと遠目に撮ったりとかですね、いろいろやってみたんですけども、どうでしょうかね。リビングの方がですね大きなスクリーンになりますね。これはやはりパススルーの風景が一役買っているんじゃないのかなと。あとそれとですね、さっきのイマーシブな中で Apple Music を聴きながら Kindle で本を読むっていうのはこんな感じになります。それとイマーシブに行くには、ビジョンプロの右上、デジタルクラウンを右に時計回りにね右に回すだけです。そうするとちょっと今映ってるかどうかわかんないんだけど、自然環境がわーっと目の前に現れてくる。この状態で音楽を聴きながら本を読んだり文章を考えたりするっていうのがとてもいいですね。風景を選ぶにはホームアイコンのサブメニューから選ぶことができます。イマーシブを終わらせるためにはまた同じように、デジタルクラウンを今度は左に回していけば、現実の世界に戻ってくると。あとですね、あの音楽つながりなんですけども、さっきのサファリで YouTube をあの開いてみたら、タイニーデスクコンサートの最近アップされたチャカカーンのやつが出てきたんだけれど、さっきもリビングでね見てたんだけど、とてもあの目の前のスクリーンがリアルでいい感じ。このチャンネルは音もしっかり取られていてとてもいいサウンドが聞けるなと。これもリビングなので大きい画面で楽しむ、となかなかいいと。こういったですね、シーンの切り替えとか画面の切り替えとか、アプリの操作もとてもユーザーインターフェースがこなれているなっていう感じがします。そのユーザーインターフェースの中で文字入力なんですよね。これがどうなのかっていうところが気になるところなんだけれど、タイピングどうすんのっていうことですよね。これ使い始めるともうすぐにログインとか検索とかのために文字入れが必要になるわけだけれど、結構ふわふわして宙をこう掴む感じなんですよね。で慣れないとか難しい。例えばこの検索のところで何かタイプしたいっていう場合に、そこをこう見つめているとですね、仮想キーボードが出てくるんですね。 A とか B とか見つめて指をタップすると A が入力されると、 B を見てタップすると B が入力されるということでですね、慣れてくると素早く打ち込みができる感じがしました。であとメモアプリなどで文章をこう長くこう書いているときに途中にこう挿入をしたくなったらどうするかっていうと、多分あの文章のお尻にカーソルがこう立ってると思うんだけど、そのカーソルを指で掴んでスーッと上の方に持ってって挿入したいところでポッと離すとカーソルがそこへ位置してくれるんですよね。なかなか芸が細かいと。初期バージョンでここまでやるのはなかなかだなという感じがします。それとですね、まあそういうあのハンドジェスチャーで空中をこうあのタップするのもいいんですけれど、もう一つ有効なのはですね、外部キーボード、外部キーボードですね、これを Bluetooth で接続をしておくと普通にキーボードが入力ができると。もうそのままあのメモに直接入力ができます。
机の上であれば効率的にタイピングができるなという感じですね。トラックパッドも視線トラッキングの代替手段になりますね。例えば写真アプリで写真をこうめくっていくときにハンドジェスチャーだと振り幅が大きいんだけども、トラックパッドだとですね、もうほんのちょこっとこう動かすだけで写真をめくることができる。ウェブサイトの閲覧でもスクロールは非常に指先でスムーズにできます。なのでですね、使い慣れてるっていう点もありますけれど、これはやはり必須アイテムだなという感じ。ということでですね、セットアップからこうすぐに使い始めてみたんですけども、まあ、Apple Vision Pro はですね、実際に手に取って、まあ、実際に装着してね、使ってみると、新しい体験であることに間違いはないなと。まあ、iPhone の初期モデルと同様にですね、これまでにない世界への入り口に立ったという感じがとてもします。まあ、納得のいくイマーシブ感ですね。これは 2D では体験できないし、でスクリーンを空間に設置してあちこちに置いたりとか、あと Apple TV Plus なんかで映画に没入をしたりとか、この AirPods Pro 2でロスレスのいい音なので、これオーディオ製品としても価値があるんじゃないのかな。でそしてこの空間コンピューターとしてこれからできることを掘り起こしていければいいなというふうに思います。ということでですね、まずはもう初めて使ってみた Vision Pro のレビューでした。いかがだったでしょうか。最後に1個だけ、ですね、ここの補助に加えて、後ろこのソロニットバンドの後ろにバッテリーをつけてみました。非常に快適ですね。調子いいです。っていうのは今日だったかな、モノグラフの堀口さんの動画を見たら、なんか 3D プリンターでバッテリーを後ろにくっつけちゃった、なるほどと思って、それをヒントに、じゃあちょっと後ろくっつけてみようって、ちょっとテープで巻きつけてるだけなんだけど、非常に快適です。ケーブルの煩わしさもないし、それから全体としては重くなるんだけど、バランスが非常に良くなりましたね。ということでですね、これちょっとこのケーブルの始末が良くないだけど、まあ一応これでとなかなかいいなと、はい。ということでですね、さらに快適になっていろいろチャレンジしていけそうだなという感じ。ちょっと外した方がいいか。じゃあどうなってるのっていうことなんですけれども、こんな具合になってます。こんな具合じゃわかんない。テープで巻きつけているということで、一応この頭ソロバンドの方はちゃんとカーブがするようになっていて、平らなバッテリーはくっつくと。ケーブルについてはこの巻き取りがコンパクトにしたつもりなんだけども、こんな感じでですね、これだけで、まあ、歩き回っても全然大丈夫ということです。いかがだったでしょうか。はい。で、この Vlog ではですね、Apple をはじめとした新しいデジタルテクノロジーについて気がついたところを配信していますので、もしよかったらチャンネル登録とベルマークポチをお願いできれば幸いです。あと、面白いと思っていただいたら高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。